ああずるい。気をつけてね、まひろちゃん。朝日寝相悪いから。え、ほんちょ、修学旅行じゃないんだから。くらえ、消えるばっかりだ。もみじも遊んでたぞ。まあ、今からは静かにしよう。恋バナかな、恋バナだよね。それではまず、朝日が一席。え、朝日が寝ていると、夜な夜な枕元に現れて。もう、よく聞きなって、全然怖くなかったよ。やだやだ、聞こえない。明かり消すよ。